はじめに知事から発言がございます。皆さんおはようございます。だいぶ秋めいてまいりました。まずですね、国体でありますこの度岩手県で開催されました第71回国民体育大会におきまして、カヌー競技の14年ぶりとなる競技別男女総合優勝がありましたし、また女性アスリートの活躍がありまして、冬季大会のスピードスケートの好成績というのも加わりまして、天皇杯順位が26位でございました。目標であります20位台を達成することができました。本県勢の活躍は県民の皆様に大きな感動と元気を与えてくれました。これまで大会に向けてたゆまぬ努力を続けてこられました選手の皆様、そしてご指導いただいたスタッフの皆様に心から感謝を申し上げたいと思っております。本当にご苦労様でした。ありがとうございました。それからですね、いよいよです技能五輪全国大会と全国アビリンピックが今週の21日金曜日から開会式ということで開幕いたします。大会にはものづくりの技能日本一を目指して努力を積み重ねてこられた全国からの選手約1700人が各都道府県の代表として出場されます。東日本大震災からの東北のものづくりの復興と発展の視点にも立って輝けものづくり東北の未来を大会のスローガンに掲げて約4年間にわたり多くの皆様のご協力をいただきながら選手の育成強化を含め東北全体で準備を進めてきたわけでございます。技能五輪全国大会は21日から24日まで、続いて全国アビリンピックは28日から30日までの日程で開催をいたします。すでに報道関係の皆様をはじめ多くの方々に、競技日程や見学シャトルバスなどをご案内する総合ガイドブックをお配りしているところであります。県としましては来県される多くの方々を温かいおもてなしでお迎えするとともに本県の魅力を積極的に発信していきたいと考えております。閉催イベントとしまして東北6県の観光物産展やご当地グルメコーナーなどを開催いたします。多くの県民の皆様から会場に足を運んでいただき選手を応援していただきたいというふうに思っておりますので、報道につきましても皆様どうぞよろしくお願いいたします。合わせまして22日23日の土日には県の総合運動公園南側駐車場で第66回山形県農林水産祭を開催いたします。木工品や旬の食材加工食品の販売に加え餅巻きまた山形112号のおにぎりの振る舞い青空木工教室など買って食べて見て楽しんでいただけるイベントとなっておりますのでぜひお楽しみいただきたいというふうに思っております。では恒例となりました祭りやイベントのご紹介であります。遊佐町では10月23日に、鮭のつかみ取り大会が開催されます。また鮭川村でも丸ごと鮭川鮭祭りが開催されます。いずれも泳ぐ鮭を捕まえるダイナミックな体験イベントで鮭汁なども楽しめます。鮭川村に私もちょっと行ったことあるんですけれども、北海道まで行かなくてもですね山形県内で、鮭が上ってくる光景が見られます。ぜひ県民の皆さんもお楽しみいただければと思います。それから長井市のフラワー長井線ですが10月23日にフラワー長井線祭りが開催されます。終日片道100円で乗車できるほか山形鉄道オリジナル駅弁の限定販売や地元の皆さんによる売店、ミニ新幹線の試乗会など各駅で多彩なイベントが行われます。
ぜひこの機会にフラワー長井線をご利用いただきたいと思います。また真室川町では10月23日日曜日に第18回真室川町大収穫祭が開催されます。採れたての新鮮な農作物や地元の特産品の直売など地元のおいしいものが味わえます。さらに県内は紅葉が見ごろの季節となってまいりました。鶴岡市では10月22日から23日に盆地川渓谷紅葉祭りが開催されます。店舗遊歩道ウォーキングスタンプラリーや記念写真撮影などが行われ、絶景の渓谷美をお楽しみいただけます。県のホームページ山形への旅にも紅葉の見ごろ情報を掲載しておりますのでご覧いただきたいと思います。県民の皆様にもぜひ足をお運びいただいて、山形の秋の魅力を楽しんでいただきたいというふうに思っております。私からは以上です。それでは代表者のご質問をお受けいたします。はい、朝日新聞の米澤と申します。安倍健一元県議の政務活動費の問題についてお伺いします。はい、安倍健一元県議が、去る12日に、政務活動費の使い道が、まあ、不適切だったとして、調査結果について、会見をしまして、そこで約547万円分を、返還する意向を発表をしました。でその、中にはですね、知事の、女性後援組織の立ち上げなどが行われた2012年、10月21日の、大江町、西川町、朝日町3町における、会合の会場費、人件費なども含まれています。知事は前回の会見で、安倍氏の調査結果を待って対応するとおっしゃっていましたが、これらの3つの町での会合がどのような性格のものだったかということも含めまして、改めて、知事のご所見をお伺いします。合わせて、今後の刑事告発について、どう考えていらっしゃるのかについてもお伺いしたいと思います。はい、今お尋ねのありました平成24年10月21日の、まあ、大江町、西川町、朝日町で開催された会合の主催者は安倍元県議でありました。私はご案内をいただいて出席し、ご挨拶の中で、まあ、設立していただけるということに対する御礼の気持ちと、それから県政運営についてお話をさせていただいたと思います。会合の中で、まあ、安倍元県議から女性の会の結成についての提案がなされ、皆さんからご賛同をいただき大変ありがたいことだと元気づけられたことを記憶しております。でその会合にかかる会場費の経費の負担につきましては、私の後援会には一切ありませんでした。その会場費の経費を、政務活動費として支出していたということは思いもよらなかったことであります。なお私の後援会の収支報告書に平成24年9月4日大江町、西川町、朝日町の女性の会への入会のしおり印刷代として、計上されておりましたが、この印刷物は主催者が発注して作成したものであって、後援会としてはその請求を受けて支出したものであります。以上が事実でございます。なお私の女性部設立につきましては、設立総会がなされて、そして事務局に
届けがあって、そして講演会ということに なるわけでございます。その設立まではですね、地元 の支援者の方々が、いろいろな負担、例えば会場費とかチラシ代ということになると思うんですけれども、負担をしていただいているというふうに思っています。ですからここで講演会がそのチラシっていうのかな、印刷物を支出していたというのは、そこが誤解されるところもあったのかなと思うんでありますけれども、ただ日頃ですね、そのご支援していただいていてご好意に感謝しているということと、将来応援していただけるという期待というものもありますので、原則は主催者の負担だろうと思いますけれども、請求があった場合にはお支払いをしていたということであります。もちろん印刷代でありますけれども、政治資金法の支出項目で認められたものについてということになります。そういったことをきちんと考えながら、請求があったものについては支払うという基本的な姿勢だったということであります。ですがいろいろ取り沙汰されてですね、誤解されるようなこともあるかと思いますので、今後はもう適切に、対処するようにというふうに指示をしたところでございます。私それから講演会としてですね、法的に問題あるというようなことはしていないわけであるなんでいないんでありますけれども、いろいろとお騒がせをしてしまって、県民の皆様にご心配をおかけしたということにつきましては、申し訳なく思っているところであります。以上が所感でございます。で、2点目の今後どうするかというご質問でありますけれども、まずはですね、政務活動費でありますので、第一義的には議会の対応ではないかというふうに考えております。政務活動費の収支報告書訂正届が議長に提出されたと伺っておりますので、議会の方で今後精査されるものと思っているところです。はい、後半の方の精査という議会の精査をするということをおっしゃってましたけれども、はい、議会の精査のところで問題点が明らかになった場合は、その今後の告発について、知事の方としても考えるということなのでしょうか。いや、仮定のことはちょっと申し上げられないと思っています。やはり議会がどういうふうに対処されるのか、ちょっと注視していきたいと思います。それから前半の方の最後の方にも、その申し訳なく、お騒がせしたことについて申し訳なく思っているというところがありましたけれども、はい、具体的に、どこら辺のところに、その講演会の支出のあり方として問題があったと知事は考えていらっしゃるんでしょうか。そうですね、議会の閉会日の時にですね、6時間ほど遅れたと、開会が遅れたというようなことで、その内容がやはりその印刷物のことだったというふうにも聞き及んでいるところです。で、その印刷物はちょっと私も講演会も見ていなかったもので、ちょっと印刷会社さんのほうから取り寄せてちょっと見たわけでありますけれども、その会合の前段階で活用されたのではないかというふうに思っているところですけれども、やはり
こういったことについてこういうものを作ったからというようなことをしっかりとですね、確認してから支払うとかですね、そういった手続きと言えるのかどうか分かりませんけれども、その対処の仕方というものをもっと確実にするようにというようなことだと思います。印刷物っていうのは、平成22年10月21日の会合を開く前にその印刷をされたものと、そういうふうなことでよろしいわけですね。はい、そうだと思います。はい、それ以外のご質問をお受けいたします。TUY 鈴木です。今の関連で知事、14日に県議会に報告、紙を出されたということですが、もう一度ちょっとその時の状況をご説明いただけますか。議会にその説明されたという一連の流れについて、まだ知事から直接お話を伺ってないものですから。ああ、そうですか。はい、わかりました。確かですね、会派協議会のからですね、会長副会長名で、要請書をいただきました。安倍元県議の政務活動費に対するその政務活動費の支出に関することについて、私の後援会組織の立ち上げといいますか、それとの関わりについて、新たな事実が出るようであれば、速やかに、報告してもらいたいというような内容だったと思っています。それをいただいてですね、それから安倍元県議のその公表もございました。そして私の後援会事務局のですね、からも私も聞き取れておかしいんですけども、自分の内部のことでありますけれども、そういったことも調べまして、全部こう合わせましてね、大体分かってきたことがありますので、そのことを文書にして、法律の専門家にも相談しながら、申し上げながらなんですけれども、文書にして、その議会の方にですね、要請書をいただいていたから、それに対するきちんとした返答ということになると思うんですが、こちら側からの調べた結果というものをお知らせいたしましたという経緯であります。その返答の用紙としてはどんな感じなんでしょうか。返答の用紙ですか。はい、そうですね、手元にちょっと、手元にちょっと今持ってないんでありますけれども、ありますか。読み上げた方よろしいでしょうか。はい、はい、私の名前で、山形県議会会派協議会、委員長森谷仙一郎様という宛名でお出しいたしました。平成28年10月14日の日付であります。で、タイトルは安倍健一元県議会議員の政務活動費の支出についてであります。で、中身を読み上げますけれども、吉村美恵子後援会として、安倍健一元県議の平成24年10月21日にかかる政務活動費について精査した結果を後援会の代表であります私から報告させていただきます。平成24年10月21日の
大江町、西川町、朝日町で開催されました会合の主催者は元県議の安倍健一氏でありました。私はそれぞれの、地元町長さんと一緒にご案内をいただいて出席し、ご挨拶の中で私は県政運営について、町長さん方はご自分の町政運営についてそれぞれお話をさせていただいたと思います。会合の中で安倍健一氏から女性の会の結成についての提案がなされ、皆さんからご賛同をいただき大変ありがたいことと元気づけられたと記憶をしております。その会合にかかる会場費の経費の負担については私の講演会には一切ありませんでした。その会場費の経費を政務活動費として支出していたとは思いもよらなかったことであります。なお私の講演会の収支報告書に平成24年9月4日大江町、西川町、朝日町の女性の会への入会のしおり印刷代として13万199円が組織活動費として計上されておりましたが、これは主催者が発注して作成したものであり、講演会としてはその請求を受けて支出したものであります。以上が事実であり、私からの報告といたしますという内容であります。知事としてはこの、報告書を出したことで議会への説明責任は果たされたとお考えですか？はい、そのように思っております。その他のご質問ございますか？山新さん。山本新聞田中です。前段の方での、ちょっと知事のご発言の確認をちょっと一つ一つしたいんですが、はい、要するに今回の、安倍県議の件に関わると関わらずと、後援団体の設立の経費に関しては、はい、その設立の合意がなった、設立するとなった時の経費負担は基本的には地元の方々の負担だというご認識で、これまで対応しているということになるんでしょうか？はい、はい、そういうふうに原則として、ただ例外もあってというのは、県内各地で本当にたくさんの組織を今回女性部会とか立ち上げていただいておりまして、それぞれのやり方があって、それぞれの皆さんのやり方をですね、尊重しているっていうふうに前に申し上げましたけれども、そういうことがありますので、原則は今申し上げたことなんでありますけれども、支払いの請求があったものについてはお出しすると、政治資金法に違反しない項目についてですね、支出するという基本的なスタンスということがあったということであります。そうすると、その地元で設立段階では地元の方々が負担とする、請求がなければですね、はい、これは政治資金規正法等には問題ないというご認識であるということなんですよね。そうすると、はいはい、でその後設立されて、その後の活動の経費に関しては、その講演会としてのものは講演会の方で支出はしてやるということになるわけです。はい、そうですね。わかりました。ありがとうございます。あともう一点ですね、その刑事告訴の方でちょっとお聞きしたかったんですが、はい、議会の対応、大事的な議会の対応を見て検討するというようなお話だったんですけども、はい、これ公金であるので、はい、公金が支出されてそれを不正に取得したとなると、被害者は県であり、県民、その税金であるので、行政運営というのは県民になるかと思います。でその県民の代表である県政運営のトップである知事として、被害者の方々の声を代弁しての判断になるのかなと、政治的にはと思うんですけども、はい、その議会 の, 活動対応精査というのは、その議会のどういうことを動きを見極めた上で、ご自身としてその、刑事罰、法体系上の責任の追及の仕方をどう考えるのか、そのもう少しちょっと具体的にその流れを教えていただければとお考えようと思います。はい、そうですね、政務調査費、今は政務活動費というふうに名前が変わっているわけでありますけれども、
年間ですね、毎年度1億6千万円ぐらいの、予算というものを拠出しているわけであります。でそれは議員さん方それぞれの政務活動に使われていると思います。公金でありますので本当に適切に、使っていただきたいというふうに心から願っております。またそのことについての調査権とかいろいろなことはですね議長にあるわけであります。そういうわけで第一義的には議会の対応をまず私は見ていきたいというふうに申し上げました。そういったこととかですねあとこれからどういうふうになっていくのかということと、全国的なことあと県民の皆さんのいろんなお声といったそういったことを総合的に判断して、考えていきたいというふうに思っております。すみません、河北新報の阿部と申します。ちょっと話題変わるんですが昨日投開票になった新潟知事選に関連してお伺いしたいんですが地元原発の再稼働に慎重な野党系の米山候補が当選されたということで、鹿児島知事選に続いて、原発の政策に、その厳しい、民意が、現れたのかなというところであるんですが、臨県の知事としての受け止めを教えていただけますでしょうか。はい、まずもってその当選されました米山さんという方だったと思いますけれども、当選されたのでおめでとうと申し上げたいと思います。それでご判断というのはやはり新潟県民、鹿児島のこともおっしゃいましたけれども、それぞれの県民の皆さんのやっぱりご判断ということが当選結果になったものと思っております。で新潟県に関心して言いますと、泉田知事、現在もまだ泉田知事でありますけれども、三権知事会というものを大震災前は1年おきにやってたんですけれども、大震災が起きてからは毎年開催、ということにしております。福島原発事故での避難者の方々が新潟県と山形県にやはり地理的にも歴史的にも近いというようなことで、いらした経緯もあります。そういうところでありますので、やはり、原発事故に対していろいろな思いがやはり県民の皆さんもおありになったのかなと思うところであります。ただそれはただの推測でありまして、このご判断がとにかく結果として現れたなと見ているところです。そしてまた私としましてはどういう方が臨県の知事になられようともですね、臨県であることに変わりはございませんので、本当に新潟県さんとはいろいろな面で連携をしてきました。ドクターヘリも連携しておりますし、あと観光も日本海側ということで観光も連携しております。それから高速道路もですね、県境をつなぎたいという思いがありまして、そこも連携していただいております。フル規格も連携ということで始まっておりますので、いろいろな面で臨県との連携は大事でございます。新しい知事さんが誕生されてからもしっかりと連携を働きかけて一緒になって、地方創生頑張っていきたいなと思っているところです。はい、河北さん。河北新報の宮崎と申します。よろしくお願いします。はい、ちょっとまた話題変わってなんですけども、はい、知事の退職金の件についてちょっとお伺いしたいんですが、9月定例会でですね、吉村知事は参戦出馬、参戦の立候参戦を向けて立候補を表明されました。はい、09年のですね人選の際にはですね
退職金の廃止をですね、公約の一つに掲げて初当選、13年のですね、2000名の時は当選後にですね、結果的に退職金を辞退されるという対応を取られました、はい、仮にですね、今回の時期知事選に当選された場合、退職金については受け取るのか、それとも辞退されるのかその辺のところの対応をどうされるのか教えてください。あ、そうですか。あ、今答えるべきなのか、あれ議会軽視と言われないかとかですね、はい、まあ、いろいろなところでありますけど、でも今までの流れを見ていただければ、まあ、大体、分かっていただけるのではないかと思います。はい。ということはどういうことですか。いやいや、今ちょうどですね、これからどういう政策というようなことで今検討中でありますので、まあ、そのことを皆さんに公表する時が来ると思いますので、まあ、その時に一緒に、お答えしたいというふうに思いますが、ただ今までの流れが変わるようなことはないだろうと私自身は思っております。はい。ということは1回目は受け取らない、2回目は結果的に辞退、3回目もそう、受け取らない方向ということなんでしょうか。ご推測にお任せしますけれども、別に流れを変える必要はないかなと自分で思っております。はい。退職金をですね、受け取る受け取らないを公約とかにして掲げるような考えとかってあるんでしょうか。初当選09年のそれは、はい、最初のやっぱり意気込みといいますかね、ちょっとそういうようなことがあったもんですから、掲げましたけれども、まあ、それがメインというようなことはならないというふうに思っております。はい。これ今断言できないってどうしてなんですか。今きちんと表明、知事の口から表明できないというのはどうしてなんですか。いや、やはりいろいろな公約というようなことを今考えているところなので、今一つずつこう出していくよりも一緒にこうお出しした方がいいのかなと思っております。まあ、でも本当に今予想外の質問でありました。はい。でも流れは方向流れとしては辞退の方向、はい、辞退する方向っていう流れで今のところ言うってことですね。いやいや、本当に追及の手が厳しいですけれども、流れは変えないでというふうに思っております。わかりました。はい。IBC さん、あ、すいません、YBC の熊坂です。はい、すいません、またちょっと政務活動費の話に戻るんですけども、はい、すいません、まあ、先日安倍健一元県議が会見で、はい、まあ、547万円が、まあ、疑問が残るとして、まあ、返還する考えを示したわけですけども、はい、まあ、知事としてはこの、まあ、547万円も、まあ、不明なお金があって、はい、で、まあ、それを返還するという、まあ、安倍元県議のご判断をどのように、まあ、評価受け止めていらっしゃるかということが、まあ、1点と、はい、あと、まあ、会見の中ではその547万円の詳細については、うん、結局明らかにされないまま終わりましたけども、まあ、今後県として独自調査などをする考えは終わりなのか、お聞かせ願いますでしょうか。はい、まず本当に最初の報道があったときに大変ショックを受けたわけでありますけれども、まあ、まあ、適切に、ね、使用していただきたいのが政務活動費でありますので、ただ所管ということでありますので、私はですね、その確か3日間ぐらい報道あったかなと思うんですけど、それ、まあ、潔く辞職されたことについてはですね、まあ、けじめをつけられたというふうに申し上げたと思います。そして、専門家、法律の専門家である弁護士さんと一緒にですね、会見を行われて、そのいろいろな内容のことを公表されたわけであります。で、547万円でしたか、返還すると
というふうにされたということなので、まあ、あのきっちりと対応されたのかなというふうに思っております。ただそれが今からの議会の方でどういうふうにご判断になっていくのかなというふうに思います。で、2点目はこれからのお話だったと思いますけれども、それはあの先ほど来のそのご質問と、まあ、大体同じかなと思いますね。まあ、議会に提出されたものを議会の方でどういうふうにあの、まあ、精査されて判断されるのか、そういったことを、まあ、注視しながら、また本当にあの県民の皆さんの お声とかですね、あと全国的なこととか、そういったいろんなことを総合的に判断して、私はあの考えていきたいというふうに申し上げたので、それがお答えになるかと思います。今のところ独自に議会を差し置いて県がというようなことまでは考えていないところでございます。はい、じゃあすみません、お話ありがとうございます。はい、もう一点ちょっとそれに関連しまして、はい、その、まあ、知事2012年の会合の件についてだったんでしたけども、はいはい、まあ、その9月4日付で、はい、まあ、知事の後援会設立の、まあ、しおりが作られて、まあ、それが計上されていたという話がありましたけども、はい、まあ、その日付が9月4日 で、でまあ会合が10月21日に開かれているということで、まあ、事前にそのまあ安倍さんの方で会計処理がなされているわけですけれども、はい、その間あの知事側、まあ、知事とあと後援会の方に本当に何も知らされることはなかったんでしょうか、その後援会設立とかそういうことについて、ちょっとその辺あの疑問が残るんですけれども、私はあの4年前のことなので、あのそうですね、ただ私は本当にあの大抵はですね、あのまあ、その時のことをしっかりと逐一というようなことではないんですけれども、ただやはり ここに来てくれと言われて行って、私と運転手さんだったと思うんですけれども、行って、そこでお話を伺ったということがありましたので、そういう特にあの文書でとかいうこともないので、まあ、事務局でもそういったことはなかったということを聞いておりまして、まあ、聞いてなかったということであります。そして、その印刷物というのも今回初めて、あ、こういうものかというふうに、まあ、事務局も私も初めて見たんでありますけれども、まあ、こういうところに何時に来てくれということで、そこへ行きまして、そして、内容を知って大変 ありがたく思ったということであります。あとその後援会設置ということは、はい、知事とその後援会の方では一切知らなかったということで、うん、よろしいでしょうか。そうですね、あのそのしおりというものがね、あののそのしおり代といいますか、印刷物代をちょっと高額なので、あのちょっと払っていただきたいというようなことをスタッフの方からちょっと連絡があって、それで、ネットバンキングでこう振り込んだということを聞いております。ネットバンキングですから、あの領収書も残らないそうなんですね。あのどこそこの印刷会社にこう振り込んだっていう、その一行通帳に出るだけということでありまして、そういうふうなことだと聞いております。あとあの、まあ、知事の、まあ、後援会に請求があったということですけれども、それは、はい、その10月21日の会合より前なのか後なのか、それについてはあのしおり代について、まあ、安倍さん側から、はい、まあ、知事の後援会の方に、まあ、そのネットバンキング今おっしゃいましたけれども、はい、支払うように請求があったのは
その10月21日の会合よりも前なのか後なのか、それについてはどうですか。いや、その支払ったのは9月4日って、あ、9月何日でしたかになっているので、その時かなと思っておりますけれども、はい。だとその事前にその後援会関係者が、うんうんうん、そのまあ、安倍さんの決定を後援会関係者というか、その主催者であります元県議が依頼したスタッフの方でありまして、私の後援会関係者ではないですね。後援会関係者は知事には知らされてなかったということでよろしい。そのスタッフの方がまあお支払いしたという。いや、スタッフの人が私の後援会に、高額な印刷物を作るのでか作ったのでか、それでお支払いをして、してくださいという請求があって、電話だったのかもしれませんけれども、それで分かりましたということでうちの後援会が支払振り込んだということです。そのまあ知事の後援会の方が振り込んだというのはその会合の前なのか後なのかということなんですけども、その振り込んだのがだから9月と日付になっているのでその時ではないかと思うんですけれども、はい、はい、で会合の前におそらく先ほど最初申し上げたんですが、使われその使用方法がですね、使われたのがだから会合の前に使われたものだろうと思いますので、まあ、結構参加していただくために呼びかけるようなものではなかったかと思われます。ですから後では遅いわけですよね。だから会合前に おそらくお作りになったんだと思います。だとするとその、うん、まあ、知事の後援会の関係者の方がその、まあ、10月21日まで後援会の設立、まあ、後援会といいますか女性の会の設立のことを全く知らなかったっていうのは、うん、ちょっとなんか疑問が残るといいますか。でもそのもの見ていないんですね。だからどういう印刷物か分からなくて、ただその今回見たわけなんですけれども、で私は今度からはそういうのを見てから確認してお支払いするようにっていうふうなことを指示したわけなんですけれども、その時は何も見ていないんです。ただ印刷物にお金かかったので、払ってくださいという請求があって、その金額を振り込んだということだと聞いております。あとそれがまあ後援会設立のものとは分からなかったというふうな。そうですね、印刷物ということでありますので、はい、はい、分かりました、はい。まあ、あと、まあ、知事はその、まあ、後援会の代表でもいらっしゃいますし、その今回ちょっと、まあ、安倍さんとの絡みで問題になっているその女性の会の代表でもいらっしゃるということですけれども、まあ、今回のこのことについてはまあ、そういったことがあったというのは知らなかったというふうにおっしゃっていますけれども、会の代表としてその、まあ、知らなかったで済まされるのかどうか、その辺の責任のことについてはどのようにお考えでしょうか。はい、私が代表になるのはやはり設立の時とその設立した次の時会から私の後援会組織ということになると思っていますので、設立の時はまだ私はその代表ではないと思います。そこはやっぱり、区分けしていただければと思います。はい、はい、分かりました、ありがとうございます。はい、時事通信の梅崎と申します。はい、今の一連の質問に関連してなんですけれども、はい、ちょっと言ってまず確認ですが、はい、知事冒頭 ご説明の中で、はい、主催者の方がこのしおりを発注したというふうに説明されていました、うん、はい、この主催者というのは安倍健一さんということでよろしいんですか。はい、そうです。わかりました。あとこの、会に先立ってですね、安倍健一さんが先日の記者会見の中で、はい、チラシを配っていたというようなことをおっしゃっていまして、うん、そこのチラシに書かれていた会合集会の名前っていうのはどういったものだったか知事の方で覚えていらっしゃれば、あるいは調査などで明らかにしていただければ教えていただきたいなと思うのですが。ちょっと
そうですね、今回自民党の会派がですね、入手していたということをお聞きして、うちの後援会でもその印刷会社に問い合わせて、その送っていただいたものをちらっと私も見せてもらったんですけれども、ちょっと今手元にないんですね。どういう題だったのかちょっと後で分かるかと思いますけれども、どういうテーマなのかちょっと入会申し込み書というのはあったかと思います。その入会13万いくらのしおりの話ではなくてですね、そのチラシ、こういう会をします、会を10月21日に開きますというチラシあるいはハガキを送ったというふうに安倍健一さんがおっしゃっていまして、はい、そこに書かれていたこの10月21日のそれは全くわからないですね。私はそれ、見てもおりませんし、というのは私にはそれ来ないから。わかりました。では、伺いたいのがこの会がどういう名前だったかということなんですよね。それで、では知事先ほどおっしゃっていた、案内が来て運転手と一緒に行かれたということでしたけれども、はい、その案内の中にはどういう会というふうに記されていたんですか。文書では来なかったのではないかと思いますが、後でまた確認しますけれども、文書では来なかったと。それはちょっと私も聞いていないので。どういった方法で連絡があったんですか。方法はちょっと聞いていませんが、多分電話か何かだと思いますが、何時に何日の何日を空けておいてくれとかですね、何日の何時に、こことこことここでというようなご連絡はあったんだと思います。運転手さんと私が行ったわけですから。ただそれをその配ったものとかそういったことは一切すっと分かりませんので、タイトルはちょっと分からないところです。分かりました。知事は当初その会に集会に出席されるにあたって、女性の会の設立の集会のために行かれたんですか。いやな、それはちょっとその時には分からなくて、その行ってそこでですね、設立していただけるということをお聞きして、大変嬉しくありがたく思ったと思います。というのはそういう会それまでなかったんですね。そういうのをでも しっかりこれから作るのが大事だというふうなことを考えていただいたんだと思います。それからどんどんこうそういった女性の会がですね作られていったので、それが始まりだったかなと思っています。わかりました、はい。あとですね、今回の安倍健一さんの調査結果っていうのは、はい、我々に対しては記者会見という形で、結果を知らせていただいたんですけれども、知事はどういうふうに知ったんでしょうか。私、はい、どういうふうに説明を受けた、あるいは知った、何か報告書など出され、安倍さんの方からお渡し受け取ったとか、そういったような形なんですが。いえ、何も受け取ってはおりませんで、その記者会見した模様をですね、ちょっと、大体のメモ書きにしたものを見せてもらいました。私の後援会関係者がそこで、聞いてきたということであります。そのメモ書きを私見せてもらいました。わかりました、はい。その調査結果っていうのは記者会見ベースですけれども、十分なものだったというふうにご認識されてますか。元県議の説明がですか。十分だったかどうかっていうことですけれども、4年分ということでありますし、できる限りのことをおやりになったのではないかなと思っています。使用したお店のところと照合してあったところはちゃんとそのままですし、照合ならなかったところは返却というようにしたということでありますので、
完全というかどうかそこまでは私も言えませんけれども一生懸命努力されたなというふうに思っているところです。わかりました。記者会見の中で多分知事の方にもお話を言ってるかと思うんですけれども奥様が、一部調査する段階話を聞く中で取り乱してしまって話をしてくれないというようなことを安倍さんが説明されていた部分もあったりに加えて記者会見が終わった後に弁護士の方に我々が行って一つ一つの飲み会の場所、集会の場所を社会課題として計上していたけれども不適切だったんじゃないかという疑惑が持たれている場所について一つ一つ確認したんですかというふうに聞いたところしていないと言ってどうしてしないんですかと聞いたところ分かってどうするの全部撤回するんだからそれが政治責任じゃないかというような発言をされていたというようなことがあったんですけれどもそれでも調査結果十分だというふうに考えていますか。いやその細かい具体的なところまではちょっと、2時間の会見だったと聞いておりますので細かいところまではちょっと私も把握してないところですけれどもそういったこともあったということを今お聞きしましたけれども、ただ正直にやはり、正直なところをお答えになったのではないかなと思いますので、先ほども申し上げましたがその完全というふうに言えるかどうかはちょっとわからないところでありますけれども、できる限りのことをされたんだろうなというふうに思っております。もう一度調査を要求したり県として調査を行ったりあるいは第三者、そうですね、もう一度調査というよりも、また第三者の調査を要請したりというようなことも考えられるのかなとは思うんですがそういったことは全く検討されないですか。はい、そのことについてはもう2回もお答えしているわけでありますけれどもやはり、調査というのは第一義的には議会の対応だと思っておりますし、さまざまなことを勘案しながら総合的に考えていきたいというふうに、いうのが私の答えでございます。分かりました。はい、今回の問題なんですけれども、はい、安倍健一さん今回の支出についてもの、知事の後援会が絡んでいるとされるものについて政務活動して人から支出していなければ別に問題はなかったということなんでしょうか。はい、問題はですねやはり議員さんの政務活動費、だったので、そこが一番の問題だったんだろうなと思いますけど本当にそれと私の後援会、活動とかですねちょっと関連付けられたっていうのもちょっと言葉がおかしいかもしれませんけれども会場費と印刷物ということでいろいろと取り沙汰されたということがやはり事実だと思います。でそれについての調べの結果をですね私どもとしてもお出ししたのでやはり、それでご理解をいただければなと思っております。わかりました。ありがとうございます。あ、はい、ご質問ある方類似の質問にならないようによろしくお願いします。朝日さん、はい、すいません一点確認ですけれども、はい、先ほど来出ている女性の会というのと、はい、それから知事後援会との関係ですけれども、女性の会設立といった場合にはこれは知事後援会の一部なのか、
まあ、あの県民の方、ね、その組織の関係がどうなっているのか、女性の会は別なのかってこういろいろちょっと混乱することもあると思うので、どういうふうな位置づけなのかというところをご説明いただければ。あの位置づけというと、あの法的なことも絡むのであれば、ちょっと法律家にちょっと私お聞きしてみたいと思います。あのただあの一般的といいますか、あのかまあ、思っているところはですね、まあ、私の講演会というのがありますね。そして各地区にいろいろな講演会ありますけれども、それが独立してあの会計を営んでいる講演会、支部講演会というのがいくつかございます。あとあのその時その時、まあ会費制でもって会を開いて、まあ、賄っているというような会の方が多いんですけれども、で女性の会もですね、あのその地区ごとの講演会のなんて言うんでしょうか、それとしっかり連動した形で の, あの、まあ、オレンジの会というのもあるようですし、全く別個に、オレンジの会ということで、女性の方々が作ってくださっているものもあるんですね。それでだから本当にあの様々なので、あの本当に地域ごとにいろいろな性格を持っておりまして、その地域ごとの方々のそのやり方を尊重していると申し上げたのはそういうことなんです。あの本当に いろいろな立ち上げだったりあのことがありましてですね、開催もですね、本当にいろいろ多様な感じがいたしますので、一口にあの この支部のこれだっていうようなことにあの一刀両断ではちょっと説明できないものがございます、はい、逆に言うと、はい、そういういろんな団体があって把握しきれてないところから、いろんなその最終的には、あの会場費とか印刷費とかいろんな要請が、あって、あの講演会の方で処理するっていうことになりますけれども、はい、実態が把握できないところからいろいろ請求が来たのを講演会が出していろいろ処理していくというのは、いろいろと金銭上の問題がこれ以外にもいろいろとこう出てきて、よろしくないのではないかと思いますけれども、知事はどういうふうにお考えでしょう。はい、あの、まあ、政務活動費に関係したというのはこれであり、あの先ほど来話題になっているものでありますけれども、まあ、それと関係ないもので、あの別の講演会組織というのも本当にいろいろございますので、まあ、把握しきれないとまでは言ってないんですけれども、本当に多様なものがあるということで、お支払い請求があったものについては原則として支出しているというようなこと、これがあの基本スタンスだということを事務局から聞いているんですけれども、あのまあ、政治資金法に違反しない項目に限りというようなことを聞いておりますので、まあ、法的には問題ないかなと思っておりますけれども、ただ今回のようにですね、あのちょっとその印刷物を確認しないまま支払っていただいたこともちょっと今回分かったわけでございますので、やはり適切に、まあ、あの対象処理ということをですね、やるようにということを指示しましたし、私も考えていきたいというふうに思います。そういう意味であのそういったことも含めてですね、あの、まあ、お騒がせしてしまったりご心配、おかけしてしまったことについて申し訳ないというふうに思っております。これから適切に対処していきたいというふうに思います。要するにその本当に知事の講演会の活動に資するというか関連する印刷物なのかどうかということも確認しないまま、支払いをしたというところが問題というふうに考えていらっしゃるという、そういうことなんですよ、
いやでも私の活動に協力してくれる方々からの依頼ですので、そこに対するそのご好意に対する答えといいますかね、それからこれからの その、応援をしていただけるという期待というものもありますので、そういうことでお支払いをしたと思っておりますので、そのこと自体は、違反もしていないんだと思いますけれども、ただやっぱり確認してから今度は支払った方がいいんじゃないかというようなことをちょっと申し上げたところでありました。はい、はい、時間もだいぶ経ってますので、はい、簡潔にお願いします。山形新聞田中です。何度もすみません、はい、ちょっと議論がちょっと知っていたか知らないかとかっていう方向に、これまでも言ってるんですけども、確認なんですけども、はい、その知事自身はそのご自身の会講演会の会合だということを事前に知っていようが知っていまいが、はい、その政治資金規正法にして照らして言えば、講演会の活動の設立段階というものに関しては、はい、その知事の講演会として支出する責任はないというお考えだということなんですよね。2回目以降の活動に関しては講演会として支出するんだけども、はい、その設立段階というものに関してはそれは集めた方々主催した方々の負担だという認識だということでよろしいんですよね。はい、基本的にはやはり主催者の方の負担だと思います。設立の段階ですね、さまざまなやり方はあれどもというけれどもそうだということです、はい、基本的には基本的には、はい、ですがという断り書きで支払っていたということがございます。で2回目からはこちらの主催ということになって支払うべきだろうなと思います。はい、そうすると今回 その今言われている12年10月21日の3会場に関しては、はい、あくまでも主催者は安倍元前県議になるので、はい、安倍、吉村後援会からとしての支出は負担はしないということですよね。はい、しないでもよかった会合だというふうに思います。はい、わかりました。でそういう流れの中で大臣的には政務活動費 の不正支出だということになるんでしょうけども、はい、この知事の後援会の設立をめぐってですね、さまざまこれまでちょっと議論が混迷してきているっていう、ここまで話がこじれてきている、この話がこじれてきた要因というか原因というか、そこはなぜここまでこの話がこじれてきたんだっていうふうに知事ご自身はこう認識してますか。私がお聞きしたいです。私が出馬要請した、出馬要請じゃなくて出馬表明ですね、失礼しました、出馬表明する前後にですね、こういったことが取り沙汰されて、本当に、そしてそのあとずっといろいろなことが言われてきておりますので、まさに出馬表明に絡められているような印象が拭えない、ところであります。だからなぜ、なのかちょっと私がお聞きしたいくらいで、本当になぜこのタイミングだったのかとかですね、それからずっとある会派さんではいろいろそのことだけなんかいろいろおっしゃられてもおりますので、なぜなのか私の方がちょっとお聞きしてみたいなと思っております。最後にもう一点、知事以前安倍県議の政務活動費に関する支出で今回のその支出がなかったんじゃないかというご指摘を受けた際にですね、今回の方と協議して精査して対応したいという話なさっておられましたけれども、その後安倍健一前県議の件に関わると関わらずと、はい、その後援会としての支出に関する精査をなさっている段階で、他にその不適切な会計処理があったとかですね、そういったものというのは現時点では見つかっていないということでよろしいでしょうか。今回のことに関してやはり、の対応といいますかね、本当に、後手後手に回ってしまったっていう感は拭えないと思います。本当にまず政務活動費ということでショックを受けましたし、その後私の講演会の
その設立というようなことでも、いろいろ関わりがあったようにさまざま取り沙汰されて、またそれでもちょっとそれについてちょっと調べなければというようなことで、事務局にも訪ねて、また私が出張してほとんどいないような時期とも重なったりですね、本当に言い訳がましいかもしれませんが、ですがしっかりと対処しなければという思いで、弁護士さんなどにもご相談申し上げながら、いろいろ取り組んできたところでございます。で、一人の議員さんのその政務活動費の使い方というのは、それは私どもにはちょっと他の人には分からないところがありますので、その公表をやはり、されてからということで、その公表を待ってですね、そういうことだったのかというようなことも踏まえながら、こちらの講演会の調べたことと合わせながらですね、議会からの要請に応えてお答えを申し上げました。で、その他の不正はなかったかというご質問でありますけれども、1年ごとにだと思いますけど、ちゃんと収支報告書もお出ししてございますので、多分政治資金法に違反するものはないのではないかというふうに思っているところでございます。はい、以上とさせていただいてよろしいでしょうか。それではこれをもちまして知事の記者会見を終了させていただきます。ありがとうございました。